こんにちは、6メガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤナです。3人揃うのは久しぶりね。今年になってから初心に帰ることを考えて1対1での雑談をしていたからな。そろそろいいだろうと思うので復活させることにした。今回はポケモンの話か。そう、今俺は配信でポケモンスカーレット、バイオレットの片割れ、バイオレットバージョンをプレイしている。やっぱり6メガ君は青系に惹かれている感じなのね。歴代作品で青系があったらキコン青だな。これは俺自身がロックマンファンであることの影響だろう。間違いないね。それで、ポケモンバイオレット、どんな感じなんだ？感じた印象としては、ポケモンレジェンズアルセウスの過酷さをマイルドにし、ゆるくプレイできるよう調整された作品という印象を受けた。ポケモンレジェンズアルセウスの過酷さというと、すごく大きい親分ポケモンに追いかけられたり、ポケモンの強さがレベル以上に技に依存していて、これまでの常識が通用しなかったりっていう感じかしら。親分たちに追いかけ回されるのはなかなかに辛かったなぁ。目が血走ったかのように赤くランランと光るカビゴンとか恐怖でしかなかった。まあ頑張って捕まえたわけだが、そういえばレジェンズアルセウスは完全攻略はしないのか。作業配信で完全攻略を目指すというのも考えたのだが、配信的に面白い内容にはならなそうだったから断念することにした。登場ポケモン全部捕まえる必要があるんだったわね。そう、今は全てのポケモンを一つのソフトに揃えて全国図鑑完成っていう時代でもないし、まあいいかなって。全ポケモンが揃わない弊害みたいな感じになってるね。こればっかりは仕方があるまいて。それで話をスカーレットバイオレットに戻すが、このレジェンズアルセウス同様シンボルエンカウントとなった。シリーズ初の試みか。厳密には剣盾の頃からシンボルエンカウントだったらしいから、シリーズとしてこれが初というわけではないのだろうが、俺にとってはポケモンシリーズ本編でも初のシンボルエンカウントだな。今までは草むらに入ったらポケモンとエンカウントするという仕様だったけど、今回はそのあたりどうなのかしら。シンボルエンカウントであるからか、そのエンカウントの仕方は廃止されている。まだ始めたばかりだからかもしれないが、登場するポケモンのシンボルはレジェンズアルセウスと比較してもかなり小さいサイズで描写されているので、割とスルーはしやすいように感じた。ゲームバランスの面でも、レジェンズアルセウスより優しめな調整にされているので、レジェンズアルセウス時代の過酷さが嘘のようだよ。オープンワールドって聞いたけど、そのあたりの要素はどうだった？さすがに物語の最序盤はそこまでの自由さはないように思う。最低でも本作の伝説ポケモンである、未来ドンまたは古来ドンに出会って、一連のイベントを終了して、自由に探索できるようになってからがオープンワールドの始まりっていう感じがするな。本作の最序盤は、未来ドンまたは古来ドンに出会う、学園に入学する、課外授業と称して冒険を始める、という段階まで進んでからのように思う。今回の主人公は学生で、学園に入学するところからスタートなのね。そういうことだ。ちなみにやろうと思えばこの学園入学というイベントをすっ飛ばして世界中を旅できるらしい。マジで自由なんだな今回のポケモン。とりあえず変なことをしないで順当に進めてはいるが、進め方を変えれば色々な遊び方ができそうなので、スカーレット版も勝手に週目のプレイとか検討してる。ちなみに今作は任天堂のゲームで史上最高最速の売り上げを記録したらしいのだが、俺みたいなプレイヤーを生んでいるかもしれないことを考えたら納得かもしれない。自由に遊び方が決められるのは分かったけど、本作はどこが最も面白いって言えるんだ？まさに今おとじゃが言った通りの理由だ。このゲーム、最初からいろんなところに行けるから迷いやすくもあるが、探索の自由度も恐ろしく高い。探索の楽しさという点で言うなら、おそらくアルセウスを上回ることだろう。序盤からいろいろ探索してピンククを見つけることができたのも大きい。ピンククというと、ベイビーポケモンの一角で二段進化。最終進化系はハピナスだったわね。視聴者によると序盤に手に入るポケモンの中ではレアワクらしい。ブリリアントダイヤモンドの頃は、卵から生まれて育てたハピナス。ニックネームアヤナスがラストバトルのタイミロカロス戦で大活躍をしてくれた。ハピナスにアヤナスって名前つけてるの？視聴者からも解釈一致だと喜ばれたぞ。確かに解釈一致だ。まあ、悪い気はしないわ。アニジェ、マジャポンに該当するポケはいなかったのか？それに該当するポケモンって言ったらジグザグマしかいないだろ。残念ながらジグザグマはシナリオ攻略後の開放だったから、使えなかったな。残念。話をスカーレットバイオレットに戻そう。実はスカーレットバイオレットをプレイするなら、どうしても最初から使いたいと思っていたポケモンがいる。そのポケモンは？タイレイツくんだ。目の形がロックマン7のターボマンやロックマン8のアストロマンに似ていること。俺同様カービィ体型っぽいところが気になっていて、ずっと冒険してみたいと思っていた。似てるね。似てるわね。視聴者さんから卵もらって6メガ PF と名付けたぞ。PF は何なのかしら？ポケモンフォルム。アヤナはハピナス、オイラはジグザグマ、アニジェはタイレイツになったって感じなんだね。そういうことだな。さて脱線しつつも色々語ってきたが、ポケモンスカーレットバイオレットを2回配信して感じたことを言わせてもらうと、かなり自由度が高く、探索意欲をかきたてられる作品であると言える。
攻略の仕方がある程度定められているのは日本のゲームのある種の特徴とも言えるが、本作は序盤で3つの攻略目標が定められ、ある程度自分で選べるようになっている。そういったこれまでのポケモンとも、日本の多くのこれまでのゲームとも一線を画する作品と言えるかもしれない。まだ6時間程度のプレイだが、それを十二分に感じさせてくれたよ。これから配信でじっくり楽しませてもらうとしよう。というわけで、今回はこの辺で、励みになりますのでチャンネル登録、Twitter フォロー、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。